こんにちは。体のエイダ10万円勝負です。今日は2019年の7月7日です。現在の、体のエイダコインの値段は 8.396 円になっています。はい、あとこの値段がですね、少し下がってきてますね。はい、昨日から約 2% 下がってきてまして、特にここですね、取引高、ここが桁が1個下がってます。7600万エイダということで、一時期5億エイダ行きましたけども、今7600万エイダということで、まあ日曜ということもありますけども、これから月曜この7000万とか1億とかの状態でいくとなると、またもうちょっと下がってきて7円台とか見えてくる可能性があるかなというふうに感じますね。はい、ではチャートを見てみます。これは日足ですね。はい、いつものごとくですけども、レジスタンスラインがあります。サポートラインがあります。やっぱちょっと超えてきてますね。はい、ここで跳ね、これレジスタンスですね。レジスタンス転じてサポート、サポート、レジスタンス、サポート、レジスタンス、レジスタンス、サポートを抜けて、今度はレジスタンスにサポート抜けて、これレジスタンスになって落ちていくというのがよくあるパターンというか、一般的には考えないといけない、流れだと思います。で、その後、もうちょっと4時間足で、たときに1波、2波、3波、4波、5波で、ここでぐじゅぐじゅってやっぱりなってきましたね。はい、だけどここでさっきちょっと申し上げたように、トレンドが下向いていて、なおかつこのレジスタンスラインを超えて一回こう割ってこう来たから、やっぱ跳ね返る。まあもちろんここでぐちぐちってなってやっぱり戻っていくっていうのもありえますけど、ちょっとこの出来高の減り方を見ていくと、ちょっと下に行きそうな気がしますね。はい、さあボーナスをつぎ込んで買うことになるのでしょうか。ですね、今日は値段は今見ましたので、ツイッターの方があまり日常ですし、法人から出てくるツイッターがない感じでしたので、ですね、この間見たカルダノの、ちょっといくか時間かかるな。はい、先日藤巻さんのこと、このカルダノテストネットを説明しておりますけど、これがですね、やっぱカルダノテストネット奥が広いものですから、さらっと見たんですけど、もうちょっと中を見ていきたいと思います。はい、これ昨日試験管みたいなここ見たんですけど、ざらっと見て、試験がなかったフラスコですね。ここですね、カルダノ、ここだ、ここのホームを見て、はい、シェリープルタスってありますねって見ましたね。で、下の方に行くと、この方がいて、ここですね。この6つをちょっと私理解したいなと思いまして、順番にまた見ていきたいなと思ってます。なので、この一番左のここから行きます。ポン。KEBN。なんて読むか分かりますよね。ケビンって読むんですかね。ケーブン。ケーブン。ここですね。なかなかこういうとこ読む気になれないんで、今日は読んでみます。KEBN テストネット。Here you will find information and instructions for developers who wish to use the KEBM, a collect by construction version of the Ethereum Virtual Machine EVM specified in the K framework ということで、まず、Ethereum Virtual Machine っていうのがありますよね。これは、Ethereum を、動かすための、まあ、最後にはソフトは1.0 の機械号というんですかね、ああいうのに変えないといけないので、ソリディティっていうイーサリアムのソフトを1.0の信号に変える
ソフトのことを確か EVM って言ってたと思いますね。でそれを、K フレームワークっていうのに当てはめて、KEVM っていうのを作ってて、でこれで、これで、コレクティッドバイコンストラクションバージョンになると。でイーサリアムバーチャルマシンが K フレームで、なんだ正しく、なんか強制するんですよねきっと。でそれを KEVM というふうにちょっと大体理解しました。でその情報が、ここにあってインストラクションもありますよと、開発者のためにということですよね。はい。で、It allows developed methods to experiment with any smart controller that can be run on the EVM and offers improved security and performance ということで、ここからか。なので、これをやることによって開発者の方は、EVM を、正しく正確にセキュリティを持ってパフォーマンスを動かすことができるということだと思います。K is a means, K の説明ありますね。K is a means to formally verify software so the code can be automatically checked for any flaws and can be proven to run exactly as it should ということで、K っていうのは、ソフトウェアを検証すると。何を検証するかというと、コードが、自動に動いて、any flow のプログラムの流れや、実行を検証してチェックするということを K というのを K というのが表していると。We encourage you to read the detailing documentation on the KEV、細かいのを KEV について細かいのを読んでください。And difference compared to the EVM. EVM との違いが書いてあります。Most importantly, we look forward to your feedback. そうですね。重要なことは、皆さんからのフィードバックです。まあ、テストネットですからね。テストネットですから、開発者の人が使ってみて、いろいろしてくださいねって言ってるということだと思います。はい。ということで、私は勉強させていただきました。同じレベルの方がいて、この、チェックしたことが、勉強になれれば幸いです。はい、値段を確認します。8.41 でしたね。はい、14,012.9 かける値段が 8.41 ですね。はい、で元本が10万円でした。ということで、17,848 円の含み益。はい、なんか普通の投資の含み益になってきちゃいましたけども、17.8% の値上がりということですね。はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。良い1週間をお迎えください。失礼いたします。